ロンです。あやちゃんです。バイミンです。ワイワイワイチームワイ。うん、イエーイ。さあ今日はですね、3人でお花見をしていきたいと思いまーす。待って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 。桜ない。まあ外でできなかったりしますけど、お家の中でしたらいいんじゃないかと。なるほどね。そうそうそう。目立て。ありがとう。だから桜の造花とかも買ってきたので、すごいよ。もう3人でね、それぞれご飯とかも持ち寄ったじゃないですか、持ってきた。そう、1人3000円くらい、約3000円ということで、3人で1万円分のお料理を食べていきたいと思います。やったー、嬉しい嬉しい。1万円企画っていうのやってみたかったんで、ね、あ、食べるのもしたかったから。そう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 、嬉しい。まあ季節的にもね、まあ春ですし、お花見をしていこうと思います。ハッピー。じゃあ準備準備しよう、準備準備、よし、準備。声優三姉妹チーム Y。はい、ということで準備できました。できました。じゃあまず私が買ってきたものからいこうかな、まずはいちご。いちご、こっちのいちご、大きい方のいちご、はい、ピクルス風って美味しそう。ローストビーフでしょ。うわ、野菜最高。ひかりさんとカッパ巻きとかのセット。あー、悩んだ。それサークリングの日本酒で、あらー、いいじゃない。そう、スズメの花めくすぞ。花めくすずめ、そう、買ってきました。締めて3205円くらい。おー、素晴らしい。うん、大丈夫。で、私が、はい、ちっちゃい方のいちご、と、よしな、団子、あ、いいね、花より団子、このキリンのこのチーズ大好き、と、いい、歌舞伎揚げ、と、汁、嬉しい。意外と寒かったりするしな。サクサクパンダ、あ、美味しい。あと、干しケーキミックス、あいい、ね、これめっちゃ好きやね、知ってる、これスイートポテト、お出た、好きだよ、ね、スイートポテトと、あと、トメ、これは私を、あの、家から持ってきたんで、これ農家の、あ、そうなんだ。ね、専用のね、締めてさ、ちょっとそうそう、ご飯何と合わせんの。え、これローストビーフとか。そうだね、もう人を信じてきた。味噌汁、そう、人が多分おかず持ってくるんちゃうかなと思って。あ、そっかそっかそっか。ね、3200円くらいかな。おー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 。あやさちゃんは、私は、あの、花見やから写真大事かな思って。あー、そういうことね。なんかブーケ、ブーケのなんかチョコポップみたいな、これじゃあ、ピエールエルメのですね、あの、チョコエッグみたいな。すごいすごいね。デパ地下回るやん、うん、一番目に入ってきてバッと、そうだね、だろうね、これね、存在感すごい、うん、あの YouTube の頑張り加減どんなもんかわからんくらいでちょっと派手なし絵面派手なやつ。とりあえずなんか取れたか大事なのかなって思ってえ、この2つ、うん、これさ、これこれいくらすんの。あ、危ない危ない危ない。あー、だって予算1人3000円やで。そうそうそう、これの3400円。ちょっと待って、これいらないだろ、これ無理じゃん。これ締めてまあ4000くらいなんでやで。そうだね、高いね。でもさ、やっぱこういうさ、大きいチョコってさ、夢やん。まあ、子供の頃から夢やって。しかも一人じゃ食べれへんしな。そう、確かにこういう企画じゃないと食べれない、ね、そうそうそう、やっぱみんなと食べたいな思ってこれにしてもうたわ。食べよ食べよ食べよ。まあ、およそ1万円ということで、そうそうそう、およそ1万円分を今から食べていきたいと思います。イエーイ、チーム Y。お花もね、あやさが飾ってくれてね。飾りましたよね。あれ、いいじゃない、いいじゃない。花見、花見。よし、スタート。イエーイ。え、色ピンクい、これ、もしかして。え、ほんまや、めっちゃ可愛い。可愛い。この本、ちょっと、とりあえず、あ、どうしときます？そうですね。ね。乾杯したいよね。乾杯しよう。ねえねえ、これさ、いちごさ、うん、なんかさ、入れるやつ？入れたりしてない？おっしゃー。こんなん目黒川沿いでみんな飲んでるよね。飲んでるやつや。そうなんや、飲んでる飲んでる。宴会部長の佐々木美子さんからの一言です。よっ、今日はね、花見ということで、ね、やっぱ花を見てこうやってね、季節を感じながらこうみんなで仲良くね、こうおしゃべりしながらこう会を開くということはすごく大切なことだなと思っております。ね、こういう世の中ですけど、ということもたくさんあるんですけれども、はい、そうそう、じゃあみんなね、健康とかも願いまして、みんなで一緒にこれからも YouTube
頑張っていきましょう。皆さんもどうぞ応援よろしくお願いします。ということで、乾杯！うまい。おいしい。最高ですね。食べよう。食べよう。お米チンしてくるな。いってらっしゃい。ピクルス気になるけど。いや、気になるよね。うん、食べよう食べよう。ニコのご飯系持ってきてくれると信じてた。本当？うん。ちょっと見て、このスイートポテト。見た見た。気になった。え？ほら。オムライスみたいやん。ほら。大きい。大きいっすよ。大きい。このスイートポテト。一番大きいやつくださいって言った。可愛いな。そう。一番大きいやつください。一番大きいやつ。おいなりさん。いただきまーす。はい、どうぞ。ニコロ持ってきたやつ食べる。食べて。食べてみて。それどんなにする？うん。いただきます。めっちゃ美味しい。うん。倍食べて。めっちゃいいな、お酒に合うわ。はい、一人一つやった。あとなんか春らしいこと言ってないね。したなんか春コスメ買ったとか、まあ、春服くらいは買ってるよね。そうやな、春服とかかな。春服買った、うん、買った、うん、やっぱテンション上がるよね。うん、ジージャン買った。ジージャン、いいね。そう、うん、ザラのセール行ったわ。春セールいいね。うん、ザラでさ、めっちゃ安く買いまくれた時めっちゃ嬉しいなら。あ、わかるわ。わかる。すごいわかる。この感覚を分かってくれるチームアイがすごい好きやな。わかるで。すごいわかる。毎年やってる？花見とか。あ、なやかややってるかもしれへんな。なやかややってへんかもしれない。本当？うん。わーい。味噌汁の具で何が好き？え、あさ。おお、いいね。あさか。でも、ね、家で味噌汁作るときは、うん、でも大体玉ねぎと豆腐とわかめ入ってるから。うわ、好き。味噌汁作れんの？え？めっちゃすごいやん。え？味噌汁？作れへんの？めっちゃむずいやん。味噌汁作れんの？味噌汁？うん。卵焼きより簡単じゃない？卵焼きよりは簡単じゃない？味噌汁。うん、うん、やっぱ卵焼きって巻くの結構難しいからさ。そうなんや。だし、どうぞ。めっちゃ大変じゃない？あ、だし、うん、取るところからやるとね。だしでも顆粒だしでやってます。そう、顆粒だし、うん、作ってんの。すごいよ、粉のだしが。うん、それ入れるだけで。すごい。長谷ちゃんに味噌汁作ってもらいたいわ、今度。いいけどさ。いいのよ。アイミンの蒸しケーキ食べる。どうぞ。どっちが美味しい？好き？どっちも最高。マジ？本当だね。おー、美味しいよ。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 ほら。いや。美味しいってこれ、マジマジ。切った方がいい。待ってよ。2個目言った方がいいこれ。そんなことない。これ大好き。そんなか。そんなさ。よかったよ。いやいや、ほんま騙されたと思っていいから、もうほんま言って。お願い。もう、美味しいって。うまっ。いや、美味しいやろ。めっちゃ美味しい。なんかふわっとしてるわ、うん、すごい、うん、めちゃめちゃなんか欲しい味くれる、うん、最高なんだ。欲しい味と欲しいもの以上の食感をくれる。食感すごいね。食感もいい。あ、写真撮ればよかった。うん、すごいな、それ。これどう正解なに、ちょっとこの、あ、そう、こんな、うん、じゃあこのイースターエッグ割り大会をさせていただきます。はい、割るよそれ。ん？ん？ちょ、これ。ちょ、待って、ほどくわ。そうだ。うわ！お！頑張って！ちょっと今めっちゃ飛んでくる。チョコ飛んでる。中になんかある。え？ほら、見せて。見えますか？あ、中に入ってる。卵の中に。頑張れ、アイソちゃん。どうだ？どうだ？あー！なんか入ってるー！すごい。すごい！何？何これは。ちょ、かじるわ。うん。夢のガブリです。あらー！うん！なんだ？お！
これ出てきた、なんかおまけ、おまけ、これチョコかな、うん、これもチョコかな、チョコやと思います。おーイースターの、これがイースター、パッピーイースター、食べよう食べよう食べよう、おいしい、ほんとだ、ダークだね。ね、いちごも食べよう。うん、チーム Y。 さあ、はい、幸せ、よかった、今年お花見できないと思ってたからな、できてよかった、できてよかったよ、できてよかったです。わーい、みんなも私たちと一緒にお花見した気分に、ね、うん、なったでしょうか、なってくれたら嬉しいです。嬉しいですということで、今日の動画がよかったなと思ってくれた方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。